穂の公春秋は、中華人民共和国の月刊誌、中国近代誌を扱う。1991年、毛沢東秘書の李英や古徳平ら改革派幹部の支援のもとに、元記者や研究者らが設立。タブーに切り込む姿勢で、出版不況の中部数を伸ばし、2015年には創設時の10倍の約20万部となっていた。 従業員数わずか18名の小さな出版社ながら、炎高春秋弁特不作との記号を寄せたことで、知られる、週中井沢元副首相をはじめとする、党長老や学者など、約500名の執筆陣を要した。共産党幹部の腐敗や人権問題など、政治的に非常にセンシティブな問題を取り扱う、ことから一般に改革派やリベラル言論として知られる。 実事急笛という姿勢で歴史と現実を評価する独自の編集方針から中国において唯一の雑誌と称されてきた。創刊以降、中国当局との大規模な衝突は16回に及んだが、リエーラ長老の後ろ盾の下、妥協をしながらも独立路線を維持してきた。郝卓民創書期の改革、解放路線の下、出版団体に必要とされる主観機関には、 党中央軍事委員会委員、小滑を執行委員長に迎えた学術団体、中華園、高文化研究会を要した。章が炎気春秋を強く支持したことから、政府は干渉を控えてきたため、一定の独立性を保ってきた背景がある。しかし、古錦東が闘争初期に就任すると、出版業界に対する弾圧を強め始める。 2008年には章が死去し、炎、孔春秋は後ろ盾を失う。2010年7月、孔の孔春秋は、元中国共産党中央政治局員を南事体による失脚させられた、張氏洋元総書記を称賛する解雇録を出版。この解雇録は、64天安門事件後に追放されて以来、長年にわたって言及することがタブーとされてきた。 元指導者の長についての沈黙を打ち破ったが、出版後、当局が規制を強め始めたため、一定の情報を迫られ、天安門事件や三権分立など八つのテーマには、触れない代わりに独立を維持する申し合わせを行った。2012年11月に、習近平が中国共産党中央委員会総書記に就任すると、さらに弾圧は激化する。二千十三年一月、 炎、高春秋のウェブサイトが中国政府により一時的に遮断される。炎、高春秋が憲法上の出版に関する権利の完全かつ、早急の履行を求める要求を出版した矢先のことであった。2014年、中国のメディア統制監督機関国家新聞出版、広原総局は1月から4月に発表した86本の記事のうち37本が、 政治指針に違反したと公表している。広伝総局所長などの要職を歴任した創始者の一人、都道政は、毎月2本の記事が事前検閲を受けているが、2014年にはそのうち9割の記事が理由も示されることなく、不許可となったことを明らかにしている。同年9月には、主管機関が中華園、高文化研究会から政府系の中国、 芸術研究員に一方的に変更された。炎、高春秋は、さらなる妥協を余儀なくされ、研究員と協議書を締結し、編集委員会に、同員の派遣する2名を受け入れる代わりに、編集、人事、財務の自主権を認められた。2015年7月には、森が当局に強制的に辞任させられた、洋津忠の公認の編集長に就任。辞任に際して、 要は辞任させられた経緯を説明した書簡と、広ロ総局の激化する言論弾圧に対して抗議する公開書簡を出版した。長年、リベラル、改革派に影響を持つとされてきたが、2016年7月17日、森堂生が入院中のタイミングを狙い、中国芸術研究員が社長、副社長、編集長らを更迭し、インカンブラを 編集部に送り込む人事を公表。新社長には副委員長のカ井来が就任した。さらには編集局を選挙し、雑誌社の資産800万元を差し押さえて資料や荷物を持ち去り、オフィシャルサイトのパスワードを勝手に変更した。こうした編集部の取りに反発したメンバーらがインターネット上で社内協議の結果廃刊を決意したことと、今後、 この黄春秋を名乗るメディアとは無関係であることを宣言した。指導部に近いとされるアメリカの中国語ニュースサイト大震撃は、黄春秋の編集部は中国共産党の同志が担ってきた正真正明の党メディアであることを指摘。今回の弾圧は、党指導部の認識の不一致、補調の不一致が元であり、人事介入の手法は客観的なルールを無視しており、 これが一旦監習的となれば、将来中国共産党政権に致命的な影響を与えると批判した。一方、毎日新聞専門編集委員の坂東健治は、こうした、党内対立を理由とみなす見方を疑問視しており、同志のタブー破りが再評価につながった、雇用法の開放的な側面を無視して称賛する、習近平の姿勢などから、単純な言論弾圧ではなく、 過去の指導者らの業績を都合よく解釈し、政治運営に利用するための歴史の解釈権を共産党中央に一本化する動きであるとする見解を示している。旧編集部側は、こうした当局の対応が中華人民共和国憲法の定める言論の自由を著しく侵害しているとして提訴したが、北京市朝比区の人民法院は理由を明らかにしないまま不受理とした。 配管声明が発表されたにもかかわらず、カラ研究員が送り込んだ編集部によって、出版は継続される見通しである。公式ホームページでは、過信体制による7月18日の会議において、国家の法律を全面的に遵守することなどを確認したとして、配管を否定。8月4日には、8月号が発行され、雑誌の発行部門は研究員の主催する別の、 出版社に遺憾された。幹部名簿には追放されたトラ旧幹部が顧問などの名義で名前を連ねており、森をはじめとする旧幹部側は不当な出版であると批判している。副編集長を務めたオ彦君くんは、毎日新聞のインタビューに対して当局の意向を受け入れ、理念や政治的立場を変質させることは、読者の期待を裏切ることであると考え、 廃刊を決断したと述べ、8月号は偽物であるが、別媒体での雑誌の発刊は許可はおりないであろうとしている。発行停止による批判をかわすために編集部乗っ取りを行ったと見られているが、旧編集部が廃刊を宣言したことにより、言論弾圧の激しさを印象づける結果となった。森は一連の乗っ取りと文化大革命の手法との禁止性を指摘した。 廃刊生命後には2013年11月号において中国政府が日中戦争の英雄として美化している狼が残護装氏について教科書の記述に誤りがあると指摘した前編集長の広しぶり会に対して北京市の人民法院は英雄のイメージをけなしたとして遺族に謝罪を命令するなど弾圧が継続されている。ありがとうございます。